選択新し規ない難場合、しいからね、余っ少ていし。る役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は狼だ。人狼です。夜が更けました。人狼に気をつけ、人狼の方。お願いします。これ、役潜伏任せされます。たらきついよね。大体任せますよ。何すか。平和の方が強いと思うんだよ。平和でいかない？はーい。はい、お願いします。スリッチ大体合わせまはい。す。あちゃらみんさん、左利きさん、ありがとう。夜が、昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。特にですね、死はないです。村人陣営でしたところで、まあ、ありきたりな進行論なのかもしれないけれども、村スラとかですね、そういった村ありのないことはしてほしくないかなと思っていて、まあ、村スラの話をするんだったら、まあね、村スラの、まあ、一番言われるそのメリットというのは、平和村を作れるだろうという。ことを言う方がいるんですけれども、別にね、この人狼殺っていうゲームは、別に平和村になったからといって、格段にその村の、勝率が上がると僕は思ってないので、どう考えてもね、村ありがないと思ってるんでね、グレーズリ盤面でグレーの中に、村サラがいたら、僕はそこにしかいませんってことを先に言っておきますね。まあ、あとは、まあ、進行の話だけど、新究極って、セミオープンが強いと思っているから、まあ、その潜伏するにしてもね、一周見てるにしてもいいんだけども、セミオープンは希望したいですねって感じかな。そんな感じです。9番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、村瀬の話はもうやめましょう。それはもう、村瀬の話はやめましょう。そうですね。西洋だったら、役は2役出る。それが鉄則だと思ってますけど、まあ、三仕様だったら、役職は潜伏でもいいんじゃないって思いますね。まあ、乗っ取りを追うにしても、それは最終盤面で追えばいいし、で、そこは追えるでしょって話だから。で、何より大事なのは、狼の甘味をなくすことだと思ってるし、スムラが噛まれればラッキーじゃない。だから三仕様だったら話は変わってくると思う。まあでも大体二仕様になるかなって思いますけど、このレギュレーションだと。占い師精査に全力を注いでいきたいと思ってます。もちろんグレーの精査もします。思い当たったこと、思ったことは全て言います。以上です。1番のプレイヤーが発言します。現状9番さんは釣りたくないね。自分も8番さん釣りたいかな。その意味って自分は役潜伏が一番強いと思ってんだよね。で、占いに狼が出ると思ってるから、そうなると狂人が2と。で、役が出ちゃうと狂人神ってないから、で、8番さんってセミオープン提唱してる時点で2周目に役仕様なかったらもう8番さんの役ってないのが透けちゃうから、役目噛まれて乗っ取りもされちゃうんで、自分は新究極のセオリーはやっぱ役ケアが一番大事だと思うし、9番さんは3仕様だったら出ない方がいいっていうのを普通の強い村側の進行だと思うんで、やっぱ9番さん釣りたくないんで、もう現状の釣り位置かなり8番さんだな。もう2番さん以降ちょっとすかすのはやめてほしい。今日8釣りで行きたいです。2番ハワルドさんのギフプトあレりイがヤーがとう。発言します。はい、お願いします。村人の陣営特に資料ないです。なんか8番さんが、なんか1番さんにそこまで言われてる理論が全然わかんないんですけど、僕には。でもちょっと慣れてないっていうのもあるんでね。ただなんか、9番さんが、その言ってたね、例えば2人とかなったら、役はセミオープンとかっていうのは分かりましたけど、じゃあなんで1番さんみたいな9番さんでなんか8番さんを取れないところめちゃくちゃ気になったんですよ、僕。普通に。で、村瀬の話はやめましょうとかしか言ってなかったし。はい。なんかそんなところしか思わなかったんですけど。はい。ってところです。あとこれ、霊能いないんで結構なんかあれですね。やっぱ難しそうですね。って思いました。はい。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、特に仕様はないです。
そうなあ。まあ、確かに2番さんが言ったように、9番さんは8番さんに全く触れてなくて、まあ、村さんの話はもうこれ以上はしないでっていうところと、まあ、自身の進行論っていうかね、っていうのを喋っていた人物で、まあ、そこに賛同、進行論賛同したのが1番さんで、かなり8番さんを釣り押す構図。まあ、っていう感じだよね。2番さんは現状の釣り位置とか、どこが怪しんでるっていうのは言ってなかった。たかな？言ってなかったっていうか、まあ、1番さんが8番さんをかなりつるしてとか気になるっていう状態だったよね。まあ、私も正直その慣れてはないけれど、まあ、黒1とか、もしくは、なんだろうな、初日ね、ちょっと 2日目、3日目って残っても反論できない人釣りたいかな、初日は。はい、1。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師です。9番さん、ランダム白刺さってます。そうだな。2番さんが言ってた1番さんへの疑問って、1番さんと8番さんに対してその役を透かすことにメリットがないから釣り位置って言ってるんじゃないのかなって思ったから、もうこれが私の汲み取り違いだとわかんないんだけど、2番さんと1番さんの話を汲み取れてないなと思ったな。1番さんに関しては8番さんにぶっ叩く構図ってあんま4進しだ。強靭線はないのかなと思ったかな。運ローがはあるけ強ど。靭で器用にしろ、3歌番うさんにな。関しては色が見えないところを釣りたいって、3番さん一番色見えないなって私現強状では思っ靭たかな。出3る番さんかが2番な。さんに言ってた、現状怪しい位置言ってなかったよねって、めちゃくちゃ不当だなと思ったかな。891の中で、なんていうの、釣り位置上げるのって結構難しい行為だと思うから、そこが不当だなって思ったぐらいかな。5番のプレイヤーが発言します。4視点でなんで1の強靭線がないの？ 8 殴ってるから。でも8って飛躍を透かしたっていう理由で殴られてんだけど、8狼だったらまあまあ HP 低くなるから、むしろじゃあ逆に8のローっていうのはあんまり1が強靭になってきてあんま見えないから、釣り押すことできるんじゃない？って思ったけど、てかさ、8も9もどっちにしろ、両方役に対して触れてなかった？どっちもなんか飛躍透かすような発言はしたと思うんだけど。で、結局、飛躍透かすことって、強アピにはなるし、なんて言うんだろう、そこは絶対狼噛みに行かないから、にもなるし、単純に、偽占い師から黒もらいやすくはなるから、俺はムラリはないと思うんだけど、あんまりローっていう感じじゃなさそうなんだよね。あって強靭かなみたいな感じの精査は俺はしてるんだけど。だから1が8を釣り押し、8にだけフォーカス向けたっていうところは、ちょっと不自然に感じたけど。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。現状の発言的最白位置は5番かな。5番の1番にとった要素ってかなりいいもので、1番って8番に対して叩きに行った構図だけど、9番も9番自身で2しようなら役は2役出ろって言ってて、1番は2役どっちも潜伏を推奨してる人間だから、そこで1から8を殴りは1から9にも適用されると思ってるから、1がその9を釣りたくないっていう理由は3、4のとこだけ評価するのはおかしいと思っている。だからその5番の指摘はかなりいいものだと思っている。で、発言的と言ったが、考察的っていうか、なんだろう、フィーリング的だけど、2番は白かなと思っていて、その理由って、8の言われてることわからないって、1から8の叩きを言ったんだけど、2番っていうのは、その後に1番、8番にフォーカスを向けるんじゃなくて、9番に新たにフォーカスを向けに行ったところがあまり狼行動ではないと思っている。で、今日の釣り位置3番でいいかなと思っていて、3番のその2の2が釣り位置上げてないしなーって言って、盤面なぞる行為で、結局誰にも兵と川の動きだったから、狼行動は3番かなと思ってるんで、今日3番釣りたいかな。以上。7番のプレイヤーが発言します。1番が8番を釣りたいと言っていて、6番が3番を釣りたいと言っている構図。で、各意は適当なそれぞれに関する意見を述べる感じかな。まあ、基本的にはもし占いの太鼓がいるのであれば、8が立った瞬間に出てほしいっていうのと、あとは何だろうな。あと役だ。役に関しても、基本的にはね、セミオープンが強いと思ってるから、まあ、それはどうでもいいや。まあ、どうだろうな。ここでコンセンサスを出すべきなんだけど、そういう進行論で叩き合っちゃうような村に見えていて、結構うややこしいなわー、やっとはぱ思っセていミオーる。プンって言っちまあ、ゃう自も分んの中で最終ね。位置を一人挙げるとすれば、
まあ、5は結構白いなと思ってる。時点で1も白いなと思ってる。あれだけの過激な発言を、アーリーポジで言えるっていうのは結構リスクあるとは思っているかな。まあ、巨人名は別に。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。平丸でいいんですか？平丸でいいんですね。ちょっと待ちますけど、いいんですね。僕、役持ってますんで、把握お願いします。役は持ってます。どうなんだろうね。あ、役、把握しました。7番さんが、そのエンド位置で、なんかその、何、進行論でちょっとね、やめようよ、みたいな言った後に、5と1が白い。っていう事実しか言わないんだったら、7番ずれでもいいんじゃないかなと思ってるし、まあ、3番とかも色が見えないっていうのもわかるんだけれども、7番も全然色見えなくねって思ってるから、7番かな、現状って思っているかな。1番に関しては、どうなんだろうね。そもそも俺、飛躍すかしてないと思っているし、そのセミオープンが強いって言ってる人物だから、わかんない。ないんだよ。一番って、なんで僕、そんなに叩かれてよく分かってないから、まあ、話してほしかったかな、話してほしいかなとは思うかな。難しいね。多分ね、乱視点は上げられないと思うんで、まあ、8級が前半位置だからね。だから上げられないと思うんで、人気投票でいいんじゃないか。あ、4番さんができるのか。4番さんでいいのか。乱視点すればいいと思ってるけども、現状ね、色が見えないところはやっぱりその7、3やと思ってるから、まあ、そこをね、乱してにすればいいんじゃないかなと思ってます。そんな感じかな。飲み役とごめんなさい。9番のプレイヤーが発言します。はい。乱視点ですか。僕の位置だって乱視点はしない方がいいかな。多分4番さんがした方がいいと思ってますね。まあ4番さんが真か偽かわかんないけど、ね、こういう場面って。だから4番の発言もしっかり聞くんで、そこは厚がけしておきます、4番さん。で、僕は2番さんが白いと思っているんで、まあその理由としては2番さんは 霊能がいない村だから難しいねっていう表現を使ったんで、これを狼で言ってんのかなって考えたら僕は普通にスムレで言ってんじゃねえかなって思ったんで、これはフィーリング精査ですけど、2は白いと思う。だからこそ6番がおかしいから。6番が2番を白く見る理由が、2番が1番、8番にフォーカス当て、その後9番にフォーカス当てたから、鬼が村っぽいって言ったけど、どういう意味か全然わかんなかったんですけど、6番さん。6番、僕が2番さんを白いと思ったんで、6番さんは2の白が透けてたんだ、そういう発言でんのかなっていう。そんな感じがしました。まあ3、7に関しては色がわかりにくいかなって、ここは評価されてる人物なんですけど、まあ、狼1にはなり得ないのかな。微妙ですね。6が気になる。1番のプレイヤーが発言します。7番さんが、まず、占い師だから取っといていいと思う。まず、狂人だったら占い師をするよね。7番さんって、ご主人が出てきてないから、狂人だったら占い師をするから、まず狂人目はない。ただ人狼はある。人狼目があるから、占い師を7番さんに取っとけばいいと思ってて、俺5番さんが1釣りをして、まあ、それはいいと思う。ただ、6番さん便乗せずに3釣りをしたのは自分目線6番さんも印象いいよね。で、あと6番さんの位置も、ちょっと狼だったら結構占い師をすると思う。あと7番さんにしかいないからね、発言が。だから6番さんも除外。で、5番さんって8をかばってんのよね。で、実際8役でしょ？自分が8釣りをして5番さんが8をかばってる行為が、仲間釣る行為になるんで、俺5番さん外したいから、現状2、3人狼とかなんじゃないかな。2番さんもちょっとわかんないから、潜伏してて結果平和になった。で、結構2番さん分厚いって言ったら、3番さんも結構釣り位置言わなかったね。釣り位置言わなかったら、ヘイト買わないから、現状2、3人狼で、だと思ってるから、この怪しい方を投票しようと思ってて、8番さんを釣りをした理由って、8番さんってセミオープン提唱してたから、2周目に役しようなかった時点で、8番さんの役がないのが分かっちゃうよね。だから、無理ない行為をしてるから8を釣りをした。まあ、役で良かったと思う。2番さんか3番さん、どっちか入れます。2番のプレイヤーが発言します。いや、なんか、確かね、5番さんはね、多分ね、8級は役ないって、すかしてるみたいな発言を、なんか5番さんか6番さんかしてましたよね。普通にでも8から役出てきたから、
むしろなんか3番さんの方が気になって、で、5番さんが言ってたのかな、それも3番さんと1番さんの強靭は、なんかちょっとどっちかわかんないですけど、薄い、なんか ないかあるかどっちか言ってて、5番さんから5番さんが、まあ多分5番さんやったと思うんですけど、なんか言ってたのがクソ違和感で、だから別になんか1、3番いいんじゃないかなって別に思うんですけど、だって1番さんと3番さんと僕をついたいでしょ。1番さんだって1周目からめっちゃ気になるもん、なんか8番、だからそういうこと？あ、ごめんなさい。ちょっと待って。1番さんって8番さんの役がなかったら、釣るって言ってて、で、5番、でもそれやって1番さん目線、なんか5番さんの方が怪しいってなるんじゃねえかな。1、3のランでいいと思うけど、わかんないですけど。あ、僕はもう別に全然何も言えるわけじゃないですけど。ただ現状なんか1、3が気になるなってところですね。はい。追加した割にちょっと余っちゃったんですけど。あ、でもなんか6番さんは、どうなん、9番さんが6番さん気になった。そこはあんま気にならなかった。あ、そうやな。僕なんか1、3でいいと思う。はい。3番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。2視点で1の釣り位置分かるわ、3が、3、1、3の欄っていうのがちょっとよく分からんかったかな。私も5番さんは、村かなって思っていて、他は分からん。6番さん、9番さんが、6が2、2がね、フィーリングで白いって言ってた部分が分からんから気になるって言っていたけど、6番さんも一応ね、まあ、フィーリングってさ、その言語が結構難しくないですかっていうところで、まあ、2番さんの、9番さんが、2番さんを白村っぽく取ったように多分6番を取ってると思うからちょっと分からんけれど、だから2視点で6が、なんだ、気にならないっていうか、まあ、自分自身で村拾ってもらってるから気にならない存在なのかなって思っているぐらいかな。まあ、6は3を釣りをしてるから、私しては気になっているけど。で、あとは1番が気になる。8、9って、まあまあ基本、まあ進行論で、まあ役のどうのこうのって言ってたけど、どっちも実際役だったから、役でよかったわっていう1番さんの論は結構、むちゃくちゃだなって思っているから、で、いきなり2、3が釣り位置上げてないからって言って、2、3にフォーカスを向けていく1番っていうのは結構むちゃくちゃだなと思っているから、まあ1番が気になる。で、2番さんは1にして向くのは良かったけど、3にも向けてきたからおかしいかなって思うから、1、2、7ぐらいのランでどうですかって思っています。以上。4番のプレイヤーが発言します。いいね、1、2、7。でも3番さんがそれを1番さんに釣り位置上げてないからって自分を込めるのって3番さん1周目で2番さんに怪しい位置上げてないよねって言ってなかったって思ったんだけど、釣り位置釣り位置の私2番さんがそのフィーリングで白くなるってそんなかなって思ってんだけど、あざとい人狼とかなんじゃないとか思っちゃってるんだけど、違うのかな。別に2番さんの私そんなフィーリングで白要素って特に拾えてないんだけど、だから2番さんの白評価してる6番さんって分かんないし、6番さんって3に釣り位置持ってってたかな、これ把握漏れなのかな。私4号が3に対してなく、あ、3番さんに対してもう一個気になったのが5番村っぽいって言ってたけど、5番さんって最終的に3番さんの気になる要素言ってたから、そこを飲み込んでの村要素を取ったのかなって思ったし、6番さんってその4号が3気になってるってところをずらしたんじゃなかった、なんか1番さんとかしてなかったっけ、把握漏れなのかな、かな、わかんない、ごめんなさい。だから2周目に関しても3番さんって結局なんか色見えないなとは思ったかな。7番さんに関してはその位置でなんか考察薄いなと思ったから、今日3、7のランとかでいいんじゃないのかなと思ってるかな。あー、7占いされるか。5番さんのことは正直ごめんなさい、あの言ってることがちょっと難しくて私は意味が理解できてないです。3、7のラン。5番のプレイヤーが発言します。3、7のラン。普通に今ざっと聞いた感じを思ったのは、情報更新ない位置ってのは2番かなと思ってて、2番全く情報更新してないから結構ローある位置かなと思ってるんだけど、
1番に関しては俺視点でもその7番強靭っていうのがないから占い師だっていうのは分かるんだけど、1番自身からその発言してしまうと1番 あの占い誘導にもまあ聞こえてしまわないこともないからなーって感じなんで、俺でも結論から言うとね、7番占わないんだったら今日絶対釣った方がいいと思う。7番を占わないんだったら絶対釣った方がいいと思うし、7番占わないんだったら他釣った方がいいと思うし、俺は2番行こうかなと思ってるけどね。結論で言うとね、多分6番さんは多分フィーリングでっていうことじゃなくて、1番が8番にフォーカスを当てて2番が9番にフォーカスをずらしてるところが狼っぽくないって言ったんでしょ。別に分かんなくないんで、その1周目の段階ではね。だって2番が狼だったら2番は1番に便乗して8番にフォーカスを当てておけばいいんじゃないかっていう構図か、2番が1番にフォーカスを当てるとか、そういう構図の方が正しいんじゃないかって狼行動としてはって言ってる6番の理論は分かるから、1周目に関しては2周目今2番がどう見えてるのか聞きたいけど、7番に関してはなんかあの一号一色たになんか村っぽいっていうのがおかしくて、5番って結構1にヘイト向けてるからそうは見えないはずなんだよ、7視点って。だから若干違和感があると。俺3番に対してはなんか何も言ってない、1周目に関して。4番さん多分俺3番に関しては何も言ってない、2周目に関してもなんかようわからん、なんかあんまり要素が拾えてない3番に関しては。今日2番行こうかなと思ってます。6番のプレイヤーが発言します。まあ語が白いなとだけは言ってくれる。まあ9番にも4番にも5番さんの聞いてたから話は、それだからちょっと省略するね。あと9番さんに言うけど4番さん一角してるので審議とかじゃなくて4番さん審ですよ。はい。で今日の釣り位置は3番でいいかなと思ってるんだよね。3番自身で結局まあ釣り位置上げず1,2,7,7どういうことって3番自身の口から7番っていうフォーカス当ててなくて最後 1,2,7 って取り付けられたとこがヘイト巻きたいのかなと思ったから、まあ、3番でいいかなって。初週からそんなあんまなんだろういいとこが拾えなかったなって感じ。はい。で、まあ、1番2番7番なんだけど、5番が言ってくれた通り7番って結局5番と1番のことを白評価して6番にフォーカスが当たらないのがおかしいんだよね。5番って1番のことを叩いていた人物で6番はそれは5番を評価した人物だから、まあ、少なからず6番の方が、まあ、順番的にも情報更新がある中で7番視点6番の話をまあポカーンってなぞるだけっていうのはちょっと7番その位置でっていうのはあったかな。いや、これ発言で、まあ、1番が7番で占い師ずらすっていうのは、まあ、人間のことであるから、毎回最初やな。村でもやる人はいるから。まあ、いいか、8巻で4巻だら2が最後か、はい。俺もね、そう思うよ。7番は占わないんだったら今日釣った方がいいと思うけど、でも現状3番が釣りたい。あのね、3番か情報更新なかったから、情報更新っていうか3番って結局釣り位置、その7番にヘイトを向けたところがすごい違和感でしかないんだよね。1,2,7 って言ったところが最後だけ7って言ったところがすごい違和感。2番に関してはその3番7番が気になりすぎて霞んで見えるって感じかな。うん、5番は拾ってますかね。はい。まあ3番行こうかな。以上。7番のプレイヤーが発言します。いや、この村やばすぎるでしょ。そもそも最終盤面で俺が仮に人外だったとして占いぶつけてないっていうので、なんで俺人外目で見られてるのか全くわかんないんだけど。でしかも盤面固まってから発言考察伸ばすものなんじゃないの。それだけ釣り位置上げる過激な発言してる人たちの方が俺的にはもう人外視しかできないんだけど。1が2,3釣り押し、2が1,3釣り押し、3が1,2釣り押しでしょ。でなんで3,7の欄になるのか全く理解できない。もうここら辺でさ、あの考察すればいいんじゃないの。だって絶対さ、1,2,3がさ全員さ村なんてないと俺は思ってるよ。これだけお互いにさ釣りをし合ってて、で5が2釣りをしたい、6が3釣りたいってことでしょ。バチバチライン見えてんじゃん。でなんでさ、全くもって分かんないんだけど、なんでそんなに釣りをせんのみんなって感じ、正直。まあ、占いが3だなって言ったから俺はしょうがなく3に行かざるを得ないけど、意味がわからない。なんでしかもそれで俺が占い師なのかも全くわかんないし。平和村って基本的に俺強くないと思ってるから、一切。これがで、俺が最終盤面でしっかりその立った瞬間に出てねっていうケアもしつつ、出なかったっていうので、村置きできない村が弱いと思っている。今日絶対3人行ってください。1、2、3のどこかに人外が俺いると思ってる。で、相方5、6のどっちか。可能性が高いと思ってる。1,2,3 がお互いに釣りをしてる構図だから、それぐらいしか言うことないわ。はい、以上。全プレイヤーの発言が終了しました。え、私が悪人ですって？もう怒りますよ。
3つられてくれるやろ。で、8巻で。6、3が7。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番、3番の遺言を発表してください。まあまあ、しゃあないかな。まあいいや。ね、9番さんが、4番さん、6番さんに言っとくと、9番さんが4番さんを見せって思ったの、ちょっとわからんけど、9番さんまさか潜伏占いとかありえるのかなって思って、さらに誰か役いるんかなとまでちょっと考えちゃったわ。ぐらいかな。で、6番かなり3釣りをしてたけど、7行ってね、投票って。5番さんは宣言通り2行ってんのか。で、残りの、まあ、その他大勢が、まあ、3を釣ってると。まあ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 。わからんかな。まあ、7番さんが、ちょっとやっぱり、発言的にね、少なかったっていうか、なんかよくわからん。もう自己防衛がすごかったな。釣られたくないんかなって思って、一番、まあ、占い位置じゃないんだったら、今日落としっていうのが、まあ、丸いかなと思って、私は7行ったんだけど、まあ、1番さん、2番さんに関してはわからんかな。6番さんが気になる結局。3にフォーカスがかなり向いていて、3は情報更新してないって言ってたけど、してるから、1番さん、2番さんの話してるよね。しかも釣りをしてるし。あと、まあ、一応、一角の4番さんね、一応言っておくと、怪しい位置と釣り位置は違うと思っているから、初週で2番が怪しいと思ってるとこ言ってなかったよねっていうふうに落としてるだけだから、2日目はちゃんと釣り位置上げてるしね、なんかそこをちょっと勘違いしてると把握漏れが多いかなって思ってるかな。まあ、とりあえず村なんで、皆さん頑張ってください。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。人狼の方は8カミで黒出されたら自爆で、もう出されんかったら、7番さんどっか釣り誘導してそこ入れるから。はい。じゃあお願いします。はい。あ、七黒出るのやろね。夜が。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番、9番のプレイヤーが発言します。まあ昨日ね、7番の発言聞いて7は村だなって思ったのが、まあなんで3の7になってるのかわからないって、7番は自分が釣られることよりも後ろか。ああ、まあご占いありがたいです。後ろありがて。ご占いありがたいです。なんで3、7の欄になってるかわからないっていうことは、7番目線で3を、精査して白く思えたからってことだよね、多分ね。それを7番は言葉として表現しなかったけれども、そういう7の中の考えがあって、なんで3、7なんで村が落ち着いてるのかがわからないっていう発言だったと思うんで、言葉から汲み取ったというより、7の思考というか7の立場になって考えた時に、僕は7番さんがなんでこういう場面になるのかわかんない、俺を白くしろよって言ってるのが村っぽく感じたんで。で、3番に関しても3番って情報落としてるんですよね、村に。9の発言とか役の発言とか聞いて、こうなんじゃないのとか言ってるんですよね、この人は。だから僕は村っぽいと感じてるから、僕も3、7の欄になってるのが分かんなくて、5番に対して違和感があったんですよね。結局白だったんでいいんですけど、まあ、5番さんって3、7欄提唱した人物なのに2番投票してるのとか見てあれって思った部分もあったんですけど、白か。そうですね、じゃあ5強の可能性があるなって僕思ってるんですけど、それだけ5番の発言が引っかかったんですよね。結局占い値誘導してるのは5番も一緒のはずなんだけど、やっぱり6番がそこを評価してるんですよね。3番さんはかばうようなこと言ってたけど、僕は6番さん未だ気になってるんですけど、だから5、6が気になってたんですよね。6か2に行きたい。1番のプレイヤーが発言します。いやー、ちょっと4番さんは7占ってほしかった。まず7の強靭がないよね。だから、とりあえず7の個性、もう狼はあるのよ、その位置。狼で平和にする人っているから、7の狼あるんだけど、狂人がないから、狂人だったら占い師をするから、占い値は7だったのよ。そのために7釣らなかったから、ちょっと7、占って欲しかった。
で、5番さん白は、わかるんだけど、結局5が白ってことは俺6の黒が濃厚だと思ってて、6番さんってずっと 5白いなって一周目も言ってて、なんか5の白透けてるような感じで評価石来てるような感じがするし、昨日6番さん7に入れてんのよね。結構3番さんって、あの7って占い値だから、そこを釣りをしてるのおかしいと思ったのよ。あの、狼ってまず、7の狂人がないから、狼って狂人も釣りたくないわけよ、狼って。でなると、7釣っとけば狂人って絶対釣られないじゃん。だからそこ投票してるとこ黒いなと思ってるから、意外に、六三人狼とか俺あるんじゃないかなと思う。まあ、2周目聞けるから、まあ、変わるかもしれないけど、現状6の、ご白浮きが見えてる感じと評価集と、あと7に入れてるのが、強人目がないとこ釣りをしてる感じが、現状は6に行きたいかなと思ってます。2番のプレイヤーが発言します。なんか、まあ、3番の人が落ちてるか、人狼がね、落ちてるか、まあ、強人か、まあ、人外がね、落ちてるかね、わかんないですけど、これが仮にね、村人だったらね、絶対671からね、行ってほしいっていうところですね。で現状はね、6番さんか、わからん。いや、正直わかんないですよ。僕、5番さんが狂人やと思うぞ、この人絶対。だってありえへんもん、どう考えても。僕を釣りに、僕言われたことめっちゃ覚えてるんですけど、え、視点更新してないからみたいな、は?みたいな。視点更新してないからってどういうこと?普通に思ったんですけど。はい。で、うん、6、7、いや、僕もね、絶対7番さん占ってほしかったなっていう感じであったけど、まあ、なんかもう5釣りでもいいけどな。まあ、それは違うか。1番さんも1番さんで僕に触れへんし、それもこれ間違えたらちょっと、ワンチャンやべえなって感じよ。なんかまあ、6番さんが気になったところはね、6番さんでなんか、3が視点更新しないから、で 5番さんがさ、ボブを釣りをしてる、なんかそこにも全く売れないっていうところで、なんかワンチャンそういうのがあるんかなって思いましたけど、僕には分かんないです。ただ5番さんは絶対狂人やと思います。え、知らんで、ほんまに。5番さんが僕に言ってることは理解できんかっていう。視点更新してないから、え ?4 が9白で、8、9が役で出て、え、じゃあ1、3でいいじゃないですかって。それだけなんですけど、はい。4番のプレイヤーが発言します。いや、5番さんの言ってることが私終始やっぱり理解ができないから5番さん占いましてごめんなさい。2番さんの5番いくつあって、2番さんが狂人なのかな ?5 後ろで出て、そこ狂人でも釣りたいってこと?どうなんだろう、私は5番さんのその狂人目、まあ話が根本理解できてないからなんだけど、5番さんの狂人線もわかんないし、7番さん占わなかった、なんか7番さん2周目の発言でなんかパッションで村っぽいなって思ったから、7番さん占わなかった。今日2、6どっちかでいいんじゃないの?1番さんが言ってたり、5の色を知ってるから6番さんって5にすり寄ってたのかなっていう風にも取れるし。どうなんだろう。5番のプレイヤーが発言します。いやでも俺占いはやばいと思うよ、どの道。俺の狼なんかほぼなかったじゃん。1周目で白評価されてる2番7番に対してヘッド打ち負けてさ、7番占いならあの釣るべきだって言ってる人物が狼であるわけないし。白れたら白れたら狂人だって言うんだろ。別に俺の意思って狂人は全然あるからね。だから7番占えって言ったんだけどね。と1番に関しては何でもあるなと思ってて、17でもあるし、1狼ってどっかとラインが繋がってるパターンもあるし、1村もあるし、1狂人もあるかなと思ってて。で、ラインとして見たら、3番が狼だった場合は6番ぐらいしかラインがないと思ってるから、そういう意味で今日は6番弾いてどっか釣りたいなと思ってて。7番に関しては、なんか占われたくないのかなと思ったんだよね。え、なんで自分が人外の可能性を追われてるのかわからないって言ったけど、その発言ができるから疑われてるんだよね。最終位置で出ないんだから人外ないでしょって言えるから、
7番の狼って平安村は番面だったら全然あるんだよね。ただ強靭がないっていうところね。それは1番も言ってる通り。で、2番に対してなんか言われたんだけど、情報更新がないの意味がわかんないって言われたけど、それはググってくれ。言葉の意味はね。情報更新って調べたら多分出てくるから、情報更新がなかったから2番はおかしいって言ったのね。2周目になっても1周目の番面のことずっと言ってたでしょ。だから2番っていうのは考察落とせないのかなって思って。落としたくないのかなっていう話かな。2か7でいいと思うけど、今日7番さん頑張れ。6番狼の時は6、3ぐらいしかないかなと思ってるから。今日村津、3番が人外じゃなかったら今日村津ったら終わりやからね。6番のプレイヤーが発言します。これ3番が狼じゃなかったら、多分7番、1番とかじゃないですか。7番の昨日の発言において、7番が、いかに防衛感見せてたか分かった、あれ3人生かざるを得ないって言って、1周目初週より盤面固定してからでしょっていう7番自体の発言をしており、そこでじゃあ2周目に変わんのかなと思って7番の発言聞いたけど、でも123の時56、まあどっちかにいるかね、でも俺は占いで欲しいんだよ、だって意味分かんなくない、しかも俺ってそれ出なくない、普通に初週で出なかったし、で2周目も出なかったし、俺人海だったら出るよって、この発言って結構人外行動だなと思っていて、7番が強靭で本当に占い線に行こうとしてるのかなと思ったから7番釣りでいいと思ったから、強靭線というより狼線もあったから、7番が村だった場合って自分の白した時って、もし、初週で村を釣ったとしても二郎が見やすい位置になるから、そこまで7番が占いを嫌がる理由がわからないんですよね、はい、だからその7番が3番行くって理由も薄すぎるし、その7番が他にヘイトを向けずに3番に仕方なく行くってのはおかしいんですよ。明らかに7番が2番にヘイトを向けて、いや俺2番がおかしいと思うけど、そんな3番行くんだったら3番行くってのは仕方ないけど、7番時点で3番がフォーカスがわかるのはおかしいと思っていて、で最後なんで1番をつなげたかっていうと、1番時点で7番のことを狼位置はあるって言って7番の精査を全く上げずに6番のことを5番の白助けをしてるからって、これ4番さんも言ってたけど、俺って5番の様子をしっかり取ってんだよ、様子をしっかり取ってない5番の最白ですねとか言ったらおかしいけど、俺って様子をしっかり取ってるよね、ちゃんと発言聞き直したよね。で、あのね、4番なんで7番売らなかったの、これで6番のことをあの狼とか言ってるの本当にやばいよ、今日7釣りね、はい。7番のプレイヤーが発言します。6番さんやばいね、ちょっと切羽詰まってきちゃったね6番さんまずね、あのね、殴りが雑すぎる。1個ずつ返していくと、まず俺は6は今7が占わないでって言ったって発言したけど、一切そんな発言してない、完全捏造であって、俺なんて釣られるのか分かんないって言っただけ、別に占おうが占わなかろうがどうでもいいしね、うん、でなおかつ生存欲あるよねって言うけど、当たり前だろ、このゲーム生存欲良くない人間なんていいの、村人でじゃあ釣られますよね、うん、いいですよって人いんの、謎の叩きでしかないし、で最終的になんだ今日だと思ってるから今日釣ろうってさ、もう視点がはちゃめちゃすぎるでしょ、うん、で6があの俺黒いと思ってる理由、123がお互いに釣り、あの昨日も言ったけど123がお互いに釣り合してる、釣り押し合っているから、123に一人狼、56に一人狼だっていうふうに俺はもう俺視点そうしか見えないから、で5が白落ちてるから6が 100% 黒だと思っている、で5強だから、あ6黒いなっていうので弾いて、あ今日何だか3、あ7か2なんじゃねみたいな発言をしてんのかなっていうふうに思った。もうこれ考察、ちょっと当たってるかなっていうぐらいだけど、5は分かんない、でも6は 100% 黒だと思ってる。で3としか繋がらないって言ってるけど、別に16も26もあるでしょ、うん、以上106かな、なんなら6、7ランでもいいと思ってるけど、うん、でなおかつ占いが6人のランって言った後に7じゃねみたいな言ってるから、俺圧倒的にね6あると思うけどな、6人あると思うけどな、6人分からん、6言ってほしい、どうでもいいや。全プレイヤーの発言が終了した。ナイス、6入れるよ、6連れて強靭が生きてれば勝ちけど、強靭目線分かんないから使用できんのやな。オッケー、投票が終了しました。まあ石報いた、これでもう2釣ればなんとかいけるか。遺言を発表してください。まあ3番が村だったら PP なんですけど、
まあ、7番が狼じゃないことは多分ないと思うんだよ。7番が村でそれを言ってんならやばいと思うし、7番の発言において昨日の発言聞いてた、ちゃんと5番も復唱してたけど、7番って占いを下げてるんだよ。これ一切言ってないって7番言ってたからね。この発言をもって発言矛盾プラス7番が発言の自分を捏造して6番を叩きに来てるって思わない？あと7番って6番の黒要素いますねって言って、あの5番6番に1ウルフ、1、2、3に1ウルフいると思うから、で5が白が見えたから6が狼、理論になってないじゃん。多分ね、3番が村だったらこれ負けるんだけど、17狼じゃない？多分ね、1番があそこで7番からヘイトずらしたのがおかしすぎると思ってるし、この投票を見ても1番いってるよね、やっぱり。あ、7番いってるよ、あ、6番いってるもんね。まあ、2番もガチでおかしいけど、2、7、2、今日の1、7じゃないかな。まあ、9番、4番がしっかりしてくれないからだけど、まあ、4番一つ言うけど、7番って占い位置でもあるし、釣り位置でもあるから、7番がおかしいから7番を釣りたいわけなんだよ。あと、7番は俺のことを狂人だと思って釣るとか言ったけど、俺って17狼を提唱してるから、7番の狂人を見たのって昨日の週だからね。だからその発言矛盾も発言の捏造もされてるから、それを多分、発言を聞こうとしてないのかな、9番4番って。そこはしっかり聞いてほしいなと思ったかな。あの発言一個一個聞けば俺の5番の白置きの理由とか 1からあのね洗い直した方がいいと思ってるよ。はい、3番が村だったら PP なんで、はい、以上。夜が更けました。人狼に人狼の4神で2いけたら勝てるね。2強人じゃない。狂人、どこだろう。狂人3で落ちてない？わかんないけど、2釣ろう、頑張って。はい。夜が。昨夜は1名の方が亡くなりました。4、5番。のプレイヤーが発言します。続きますか？続きます。どこも違和感はあるんだけど、いや、3オオカミだったら6しかなかったら、初期の時点では3がオオカミ起点で考えたらの話だよ。で、あと2番さんに5番さん狂人って言われて、その理由は2番釣りをしてるからって言うんだけど、俺狂人だったら誰の色もわかんないからね。多分俺狂人してんだったら1番狼に見えるんだって、7番とかで17とかだと思うよ。その視点を持ってる6番の狂人はあるかなと思ったけど、1番の7番占い誘導は17にも見えるからね。で、盤面白盤面黒両方とも言えるけど、そういう位置に立てるのが7番だから、シンプルにね。でも2番がおかしいんだよ、圧倒的に発言がね。あと9番さんなんか俺昨日言おうと思ったの忘れたんだけど、377言ってないからさ、377って言ったの4番だからね。これは2番に行くしか言ってないからね。あの、ちゃんと今日精査しようね、9番さん。発言聞いて入れるけど、どうだろうな。続くってことは絶対人外落ちてんだよ。じゃあさ、どこで人外落ちてて、どういうラインがあるとか、そういう考察落としてほしいかな。しっくり来なかったとこ入れるわ。てか、それ言わなかったところは絶対入れるし、それ言った上でしっくり来なかったとこ入れるわ。7番のプレイヤーが発言します。いや、結局昨日のさ、6の発言もさ、あの、ずっと俺叩きでしかなかったけど、完全に色見えてんのとしか言いようがないわ、6番に返すのは。6って俺は絶対黒が落ちてると思ってるから、でこれ終わってなかったから36じゃなかったんだと思って1か2なんだけど、発言聞いて決めるかな。はい、それ以上何も言うことないっす。急に大体投票コード合わせますってぐらいかな。あと何、俺の白要素何、逆あ、じゃあ6つってじゃあ釣りをしたから7っていう進行論、圧倒的にやばいけどな。圧倒的にそれは、あの、3が村人陣営だったらゲーム終わっちゃうけどな。そうやな。何も言うことないな。特に本当に落ちないんだよな。
1、2でしょ？まあ、1に釣り切って勝てるんじゃない？わかんないけど、5が強靭じゃなければ1に釣り切って勝てるとしか言いようがない。俺目線。はい。それぐらいしか言う残すことないわ。で、なおかつ5からその発言がなかったのはあり得るのか？ご視点はどうなってるんだろう。強靭してたら勝ちだけど、これ強靭しようできんのよね。してもちょっと聞きたいな。発言決めます。以上。9巻で。これどこ紙なししないとダメか。まあ7番がね、失速する理由わかるんだよ。6番も釣り殺して満足してんだろうなって僕は思うんですよ。でも5番が失速してる理由わかんないですよね。5番さんね、あれだけ白1黒1言ってたんだから、今日そこはっきり言わなかったのが気になったし、やっぱ昨日の発言でさ、3番ロージクだったら6が相方ないから他行くって言ってたけど、6ロージクだったら村行ったら1ね、3番村の6ロージクだったらそれがなかったんで、なんで3がロージクの時の考察しか5番はしてないんだろうって思ってるんですよ。なんか極性なやっぱりって思っちゃうんですよね。でやっぱ6番の遺言的に狼で落ちてると思うんですよ。6番でだって6番って3が村だったらって何回行ったって話と、6番って全く今まで視点向けてなかった1番に視点向けたんですよね。17じゃないのって言って、で2番も狂気でしょう。その情報を落とせるんだったら落として死ねばいいのに、3が村だったらってすごく言ってるし、7番なんで占わないのって言ったけど、いや6番は村を探してないのかな。やっぱ7からは普通村だったらパッションを感じると思うんですけどね、4番さんみたいに。ねえ、おばあさんってやっぱ一番気になるんですよね。一番って6番5組だったら初週だったら出るって言ってたじゃないですか、占い師。なんで昨日いきなり僕が5番死んだら1番そこに乗っかって6番死んだんだろうって思っちゃうんですよね。やっぱ最終盤面強いのって相方釣りをしたから、そこが気になるんですよ。2番弾いてます。1番のプレイヤーが発言。俺はね、6オオカミだと思ってる。その理由って6番さんがあの5を白で弾いてたじゃん。あれ色透けだと思ってるし、すり寄りに見えるのね。でも、7番ってこれ占いしないともう釣れないのよ。まず、俺の釣り方って平和村の時って、まず一番最後の位置って占い位置で取って、それ以外から行けば狂人も人狼も釣れることね。で、狂人占いが一番悪いのよ。だからとりあえず7残していけば狂人面を釣れることで、3と6がお互い7投票してんのね。で、まず7の位置って狂人ないから、やっぱそこを狂人面を釣りたくないから、やっぱ3と6を落とせば絶対俺は繋がると思ったから、6番さんに行った。で、5白出た時点で6の5白が透けてるから6が黒だと思う。で、そうなるとやっぱ、もう7番さんって占いされてないとこれ釣れないから、現状26人狼の3か5強じゃないかなと思ってんだよね。まあ、結局5番が強人じゃなければ、自分だけもう完全に白くすれば勝てるんよね。27釣り切れば。だから別に俺のことを一番白く思ってくれて5が強人じゃなければ勝ち確なんで、そこまで心配しなくていい。で、最初に8が噛まれてるのって、2番、9番さんって2が白いって言ってたじゃん。だから8から噛んでんじゃないかなと思ってるから、現状2に行こうと思ってるよ、俺は。2番のプレイヤーが発言します。いや、もう僕はもうスプランで、なんでもいいですけど、5が強靭やと思ってて、1、7どっちかローなんでしょ？で、9番さんが、あれでしょ？でも、9番さん、どっち釣りたいとか言ってましたっけ？普通に、なんか、まあ、5は強靭やから、今日はマックスね。だって5って僕にめちゃくちゃ来てるからさ、5に行っていいっすか。でね、別にそれ、ちょっと話あんま聞いてなかったんですけど、だからなんかもう、僕らもすむらなんですよ、正直。1とか7とか合わせて、その片方を発行してくれたんですよ。これどこ噛めばいいのこれ。ほぼ。っていうか、まあ普通に勝てるんですよね。2つったらいいんか、5噛む。あんま聞いてなかったから、5
一旦5位で、ね。7つられたと。絶対強心やと思うぞ、こいつ。どこか。だって5番さんってさ、そもそもさ、37ランで2入れてきてさ、7つられた時また今回も入れてきてるんでしょ。9巻なら打つかな。いいんですけど。え？はい。え、それでいいっすか？とりあえず、ちょっとごめんなさい。あんま話聞いてなかったです。申し訳ないです。だって、それを言えねえな、一どっちかに人狼がいるっていうふうに。あ、別になんか、どっちか指定してくれたら全然いいんですけど、僕的には。とりあえず5行きますね。はい。これ人気おか、これ。ああ、勝った。これ2強だ。投票が終了しました。これは強い。投票されるプレイヤーは、ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。うわー、三人会生存だったね。いやー、まあだからさ、9番も4番も1番も7番占いしてたら、ほぼ簡単に落ちたよ。7番1番合ってんじゃん。9番のファッション村だったんだもん。違う、村でも7番占うべきなんだよ。白抜きでも強いからさ。7番って、そう、1番さんが言う通り、7番って釣れなくなる位置だから。で、俺ね、17正直、1番さんの発言技量、技量で7番のその捏造に気づかないわけがないと思ったし、あ、1番7番かなと思ったんだけど、まあ、きつかったね。いやー、これもう、強靭生きてたの嬉しかったね、最後。いやー、だってもう、いやごめんね3番さんそうそう3番さん3人が当ててんやん初日初日に釣られちゃったな3人が全部人がやる場合はなんか7番占いしないとマジでダメだからねこの状況で一番上位だからさんありがとうこれはあんまり攻めたくないけど9番さんも結構やばいんだよねまあだから思考ロッカーやめた方がいいとだけは言っとくねその人を白いからその人を釣りをしてる人が人外にはなり得ないからそこだけはちょっとしっかり理解してほしいかなでも4番が7黒見えた時って俺1番より真っ先に2番行って2番そう5番にフォーカス5番フォーカス向かないから2番行ってたかな1番が7番にヘイト向かしたところがあんま1番7番には見えないって7番黒が見えたらそう言うかなと思ったけどいやこれ役に刺さってたのがちょっと良かったねいや先方はもともといや票が集まったからねダメだったねうんはいありがとうございましたお疲れ様でしたありがとうございました